今回はデートアライブのあのキャラを解説していくぜ。よろしく頼むわ。そうですわね。あなたたちの言葉で言うなら。さあ、私たちのデートを始めましょう。ということで今回解説するのはデートアライブの登場人物、時咲くるみだぜ。本作の大人気キャラね。ということで解説していくぜ。時咲くるみ、デートアライブの登場人物で第三の精霊だぜ。常に何々ですわなどのゆったりとしたお嬢様口調で喋るが、いわゆる壊れたヤンデレ気質の人物であり、いろいろな意味で危ない言動が多いぜ。基本的に冷静で落ち着いたミステリアスな性格で精霊の中でもかなり大人びてる方だぜ。だが、感情の起伏が激しく、興奮するとひひと独特な笑い方をするぜ。笑い方が本当に衝撃的だったわ。精霊の中でもトップクラスに危険な存在とされ、分かってるだけでも1万人以上の人間を殺害してるぜ。それゆえに最悪の精霊と呼ばれてるぜ。本人は食べると表現しており、彼女の能力の都合上、相手を喰らうことで霊力と時間を補充してる様子だぜ。ただ、殺しが好きなわけではないようで、何らかの目的がある様子だぜ。また、彼女が殺す人間は陰行目的であったり、動物をいじめてるものであったりとろくでもない人間が多く、殺す相手は選んでるっぽいぜ。それでも殺害をしてるのは事実だから多くの読者に衝撃を与えたわよね。10日、吉野と気質が穏やかな精霊が続いただけにくるみの存在は大きな衝撃を与えることになったぜ。これは原作者も狙ってやってたようで、物語の動きは3巻、3話目で動くと面白いと思ったから3巻目で今までと違う精霊を出した、と答えてるぜ。雷電高校に転校して早々指導に正体を明かし、彼の中にある精霊の力を奪うべく暗躍していたぜ。どういうわけか指導の精霊の力を知っていたが、これはファントムに教えてもらったようだぜ。ファントムは小鳥に精霊の力を与えた存在ね。誘惑も手慣れたもので指導を翻弄してたぜ。指導はくるみ、10日、折り紙とトリプルデートをする羽目になり、その最中でくるみは猫をいじめる男たちに不快感を抱き、殺害してしまうぜ。その瞬間を指導に見られたことで指導を殺そうとするがまなに止められ、殺害されたかと思われたが、その後何事もなかったかのように投稿していたぜ。指導はくるみに恐怖心を抱くが10日の言葉によって立ち直り、再びくるみを救うことに決めたぜ。くるみは指導の言葉が本当か確かめようとしたわね。くるみは学校中に固有結界の時はみの城を展開し、生徒たちを気絶させるぜ。その後、指導を追い詰めるが、逆にほだされるぜ。そんな時、くるみはくるみに貫かれ、死亡したぜ。そう、今まで指導と会話してたのはくるみの分身体だったぜ。その後、マナが再び駆けつけるが、天使を解放したくるみに手も足も出ず、駆けつけた10日、折り紙も大量の分身体を出して無力化してしまうぜ。単独で複数人の敵を制圧するとかヤバすぎる。その後、指導の心を折るために空間神を出現させ、周辺の人間を虐殺しようとするが、精霊の力を取り戻した小鳥によって止められるぜ。その後は小鳥と戦うが相性が悪すぎてボコボコにされてしまうぜ。危うく殺されそうになるが、指導がかばったことで死なずに済み、そのまま撤退したぜ。指導はくるみを救うことができなかったぜ。だが、この一連の話が全くの無駄ではなかったようで、くるみは少なからず指導に心を開いた様子だぜ。以降は指導にたびたび協力する第三勢力になったわよね。以降は重要な話になると指導に協力するトリックスター的な存在となり、ヒロインの中でも固有の立ち位置を確立してるぜ。外伝小説であるアンコールでもたびたび外伝が描かれてるぜ。アンコールでは彼女のいたずら好きな面が多く描かれており、指導だけでなく、指導の周りの精霊たちにもちょっかいをかけてるぜ。一人だけ美味しいところを持っていこうとしてしっぺ返しを受けることもあり、コメディーリリーフな一面も見せてるぜ。外伝を見る限りだと結構指導に会いに行ってる様子ね。心を預けられる居場所を求めさまよっていた他の精霊たちとは違い、明確な目的があり、そのために行動しているからか、基本的に冷静で大人びているぜ。指導の前でラッキースケベな展開になってもほとんど反応することがないぜ。他の精霊が程度の差はあれ何らかの反応を示してるのでくるみが異質に見えるぜ。精霊の中でもかなり落ち着いており、年配の部類であるミクヤニアよりもよっぽどお姉さん気質だぜ。てか逆にニアとミクが子供すぎるだけとも言えるけどね。動物全般が好きで中でも猫が好きで、こっそり猫カフェに入り浸るほどだぜ。過去に中二病を発症したことがあり、そんな自分を恥じていたり、影から指導を見て寂しがり屋な一面を覗かせたりと裏では結構人間臭い面も見せているぜ。目立ちすぎる左目も初めはカラーコンタクトでごまかそうとしていたが、目に入れるのが怖くて断念したらしいぜ。
眼帯をつけようと思ったが分身から中二病っぽいと指摘されてやめたらしいな。指導も中二病だった頃があるわよね。それゆえに現在進行形で中二病であるかぐやの言動を見て恥ずかしくなることがあるようだぜ。地味に精霊の中でも珍しく、明確に料理が得意であることが明かされてるぜ。ゲームではポトフを作ってたり、本編でも指導にチョコや弁当を作ってたぜ。過去に中二病を患い、そのことを恥ずかしく思ってること、料理が好きであること、面倒見がいいなど指導と共通する部分が精霊の中でも最も多く、気が合う描写が多いぜ。意外と指導と一番気が合う精霊はクルミなのかもね。漢字が漢字なのでクルミの名前を、鏡像と読み間違えられることが多く、読者からは鏡像ちゃんと愛称で呼ばれてるぜ。当然ながら可愛げのない読みなのでくるみ本人は嫌がっており、指導に八つ当たりしたことがあるぜ。2021年のエイプリルフール企画のデートアライブガールズサイドでは、時崎鏡像の名で軟体化した彼女の姿が見られたぜ。小安さんも鏡像と読み間違えたらしいわね。第4期のオープニングテーマ、オーバーは作中におけるくるみにインスピレーションを受けて作詞されているようだな。ミステリアスでつかみどころがなく、それでいてちゃめっ気も隠している魅力的な人物像を持ち、他の精霊にはできない立ち位置や強さ、濃すぎるキャラクター性によって、時にメインヒロインの十日や折紙ら以上に活躍するぜ。地味に黒髪ツインテ、オットアイ、隠れ巨乳、ゴスロリなど属性もてんこ盛りだぜ。もう見た目のインパクトがものすごいわよね。これらの点から作中ヒロインの中でもトップクラスで人気が高く、人気投票でも1位を取ることが多いぜ。それだけでなくファンタジア文庫のヒロイン投票でも1位を取っており、作品内どころか、ファンタジア文庫のヒロインの中でもトップクラスの人気を誇るぜ。てかくるみがあまりにも人気すぎるせいでメインヒロインの10日よりもメディア露出が多く、デアラをよく知らない人はくるみがメインヒロインと勘違いする人がいるぐらいだぜ。くるみは国内外問わずアホみたいに人気が高いわよね。くるみ主役の話であるデートアバレットが作られたり、最近では原作終了後のくるみを主人公にした話である時崎くるみの事件簿が新しく発売されるなど、メディアミックスでもアホみたいに優遇されてるぜ。あまりにも公式のくるみ推しが凄すぎるせいで他のヒロインのファンが不満を漏らすことすらあるようだぜ。まあ、くるみがそれだけ人気ということなんだがな。見た目が可愛くてインパクトがある上にキャラが濃すぎるからそりゃ人気が出るだろうな。うぷ主もくるみ推しだしね。また、くるみが本編で出てくると話がめちゃくちゃ進むが、これはくるみが精霊で一番最初に考案されたキャラだからだぜ。てかくるみの原型が考案されたのがなんと高校生時代らしく、デートアライブを構想する前から温めていたアイデアらしいぜ。作者は必ずこのキャラを世に出すと意気込んでいたらしく、これらのことや彼女の活躍を踏まえてもお気に入りであることがわかるぜ。お気に入り以上に思い入れのあるキャラと言った方がいいかもね。ということでここからは彼女の主な対人関係について話していくぜ。よろしく頼むわ。指導とは当初は力を得るための対象でしかなかったぜ。だが、後に協力することが多くなり、二人だけの秘密を共有することも多くなっていったぜ。元から共通点が多いことから、話が進むごとに指導とくるみの距離は縮まってたぜ。中でも七夕の話を描いたくるみスターフェスティバルは読者からの評価が高く、エピソード投票では1位を取ったことがあるぜ。最終的に正式に和解してるぜ。くるみスターフェスティバルは面白いだけじゃなくて後の話の伏線にもなるから見ておいて損はないわよね。10日とは性格的な相性が悪いのとそもそもくるみが指導を殺しにかかってたことから警戒されてるぜ。本編ではあまり絡みは多くないが、くるみが大人気であること、10日がメインヒロインであることからこの二人がセットで描かれてるイラストもそれなりに多かったりするぜ。くるみとしては10日がからかいがいがあるからか、番外編などでは割とちょっかいをかけてるぜ。くるみが仲間になってからは普通に打ち解けてるぜ。実は声優同士は仲良しだったりするのよね。折り紙とは重要な局面でたびたび手を結ぶことがあるぜ。また、くるみは折り紙の素質に一目置いていたらしく、折り紙を始末するならもっと成長してからと言ってたぜ。くるみは折り紙の境遇を聞いて自分とシンパシーを感じてたらしく、優しさを見せていたぜ。折り紙編はくるみのせいで大惨事になった部分が大きいのでさすがにくるみも責任を感じたのか積極的に協力していたぜ。折り紙とくるみは黒と白でデザインが対照的よね。かぐやは自分と同じ中二病だからか、かぐやを見てると恥ずかしくなることがあるらしいぜ。ただ、精霊の中でもかぐやとは共通する部分が多いからか、彼女の面倒を見ることがたびたびあるぜ。かぐやとは地味に共通点があるのね。ミクは出会いが最悪で、くるみはミクを出し抜いたことがあるぜ。だが、ミクはくるみに出し抜かれたことを特に気にしていないらしく、くるみと再会した時は普通に話していたぜ。また、ゲームでは共闘しており、ミクは他の精霊と同様、くるみが気に入ってる様子を見せてるぜ。
指導を除けば最も積極的にクルミと関わってるのがミクであり、実は精霊の中でもクルミと関わることが多いぜ。クルミもミクの言動に引いてる描写があったわね。ニアとは一度力が封印される前に接触したことがあり、彼女から情報を得ようとしていたぜ。ニアはクルミのことをクルミンと珍妙なあだ名をつけてるぜ。マナとは宿敵であり、トウカと折り紙に近い関係だぜ。だが、劇中ではたびたび協力しており最終的には和解してるぜ。クルミの主な対人関係はこんな感じかしらね。ということでここからは彼女の能力を解説していくぜ。よろしく頼むわ。識別名はナイトメア、霊装はエロヒムだぜ。彼女は戦闘では古式の歩兵銃と短銃を使った銃、遠距離戦を得意とするぜ。攻撃に使う銃弾は物質化した影でできており、一般的な鉛玉にも引けを取らない威力を持つほか、霊力で守られてる相手にも簡単にダメージを通すことができるぜ。クルミの天使は後で話すがかなり特殊な能力で、その力と引き換えなのか基本的な攻撃能力は精霊の中でも低い部類だぜ。その性質上、大規模攻撃や破壊が求められる戦いは全く向いてないぜ。遠距離で絡めて特化の能力でくしくも投下とは真逆の戦闘スタイルね。彼女の基本スペックは精霊の中でも低く、真正面での戦闘になると他の精霊に遅れを取りがちで特に接近戦は全精霊の中でもかなり弱い部類だぜ。とはいえ、素手でバンダースナッチを破壊してる描写があるため、並の人間よりもはるかに素手での戦闘も強いぜ。精霊なだけあって素手での戦闘もバカにならないわね。それに彼女に大規模攻撃手段を持ってないのかと言われればそんなこともなく、クルミは自分の意志で空間心を引き起こすことが可能で低い攻撃力を補ってるぜ。ただ、この空間心は威力と範囲が大きい分、発動に時間がかかるので使い勝手が悪く、劇中ではほとんど使用しなかったぜ。まあ、銃がメイン武器だし接近戦が弱いのは仕方ないわね。トトハミの城。クルミが天使以外で有してる特殊能力だぜ。周囲に影を張り巡らせ、影を踏んでいる人間の時間を吸い上げるぜ。霊力の加護を受けた者には効果がないが、影を踏んでいる人間は体が重くなり動けない状態となり、常人であればたちまち混沌して死ぬまで時間を吸い取られるぜ。時間を消費しなければ力を行使できないクルミにとっては不可欠な能力で、この影響なのか、彼女は相手の持つ霊力の量などを感じ取れるような描写があるぜ。時はみの城はクルミが能力を使う上で不可欠ね。ちなみにクルミの時計の左目は彼女の時間、寿命を表しており、普段は1秒ごとに針が動いてるが、クルミが天使の能力を使うと急速に針の動きが加速するぜ。時はみの城を使って時間を吸い上げてる時は時計の針が逆回転するぜ。この左目の時計は天使と密接に関係してるみたいで、指導もクルミの天使を使った時は左目が時計になってたわね。また、内部は真っ暗な一種の異空間になっており、自らは中に沈んで移動や潜伏ができるほか、特定の人物を引きずり込んでの捕食や保護も可能だぜ。クルミが誰にも捕らえられず神出鬼没に立ち回ることができるのはこの能力によるところが大きいな。また番外編では分身体のクルミが霊力の糸を使うリアライザーを使用していたぜ。影を自在に操れるのもクルミの厄介な点ね。おいでなさい、ザキエル。ザキエル。クルミの天使で、巨大な時計の姿をしており、針の部分が拳銃に相当するぜ。能力は一言で表すと時間操作であり、時計の数字に対応した能力を使えるぜ。つまり、ザッキエルには12種類の時間操作能力が備わってるってことだぜ。天使の中でもトップクラスの能力のバリエーションを誇り、これだけ多彩な能力を扱えるのはクルミのみだぜ。また、時間操作によって絶望的な盤面をひっくり返すこともできるため、間違いなく作中最強の天使の一つだぜ。絶望的な状況になった時は必ずこの天使で状況をひっくり返してるわね。能力発動の銃弾そのものに攻撃力がないぜ。それゆえに自身に弾を撃って自己強化をすることも可能だぜ。自分に能力を使う場合はヘッドショットを行うことが多いぜ。また、弾の効果は自分だけでなく他人にも発揮でき、バフ、デバフにも使うことが可能だぜ。それゆえにザッキエルは単純な戦闘だけでなく、サポートにも優れた天使でもあるぜ。相手の強さ関係なく問答無用で能力が発動するため、最強の精霊である資源の精霊にすら対抗できるぜ。その分、リスクもあるわよね。時間を操り、さらには指定した対象に問答無用で発動する強力すぎる能力である分、制約も存在するぜ。それは霊力だけでなく、発動者本人の時間を消費してしまうことだぜ。つまり、能力を使えば使うほどクルミの寿命が縮まってしまうぜ。時はみの城で捕まえた者の時間を吸い上げる能力はこの欠点をカバーするためのものだぜ。ただし、描写を見る限りだと霊力で寿命の消費を緩和することも可能らしいぜ。
通常の弾はさすがに消費するのは霊力だけで寿命は減らないみたいね。小鳥にボコボコにされてからはバブが使用できなくなったが、これはザクキエルが損傷してたからではなく、撤退時に指導とキスをしてバブの霊力のみが封印されていたからだぜ。クルミは指導が DEM の者に殺されてからこのことに気づくことになったぜ。ちなみにザクキエルの能力の名前はヘブライ数字が由来だぜ。名前のモチーフとなった天使のザクキエルは知識や雨に関係する天使であり、時間をイメージする性質はないぜ。時間能力を連想する土星に相当する方丈神、クロノスが時間の神、クロノスと混合される点からの着想と思われるぜ。ザクキエルは知識やにわか雨を司る天使なのね。アレフ。撃った対象の時間を加速させるぜ。クルミが最も使用頻度が高い弾の一つで、これによって自身の動きを加速させて相手を翻弄するぜ。要するにファイズのアクセルフォームね。ベイト。撃った対象の時間を減速させるぜ。ザインと違い相手の意識までには影響を及ぼせないが、対象に込められた運動エネルギーも保持される性質があるぜ。また、ザインよりも時間の消費が少ないらしいぜ。この弾はあまり使ってる描写がないわね。決める。撃った対象の内的時間を加速させるぜ。要するに生き物の成長、老化、物質の経年劣化を促進させるぜ。原作では使用描写がなく、デートはバレットで使用してるぜ。これを使えば相手を老衰させることができて強すぎるから原作で使われなかったのは仕方ないわね。ダレット。ダレット。撃った対象の時間を巻き戻すぜ。アレフと並んで使用頻度が高い弾で欠損した傷を巻き戻して修復することが可能だぜ。また、精神にも影響を与えることもできるようで、クルミはこの弾で反転を回避したことがあるぜ。基本的に傷の治療に使われる弾ね。へぇ。わずか先の未来を見通すことができるぜ。戦闘中、数秒先の光景を見ての軌道予測などに用いるぜ。これもバレットで初登場した能力ね。バブ。撃った対象の意識のみを過去の肉体に飛ばし、タイムループを可能とするぜ。ただし、飛ばせるのは数日前までが限界だぜ。これで過去改変ができるけど限定的にしか働かないのよね。ザイン。撃った対象の時間を一時的に止めてしまうぜ。戦闘において数秒時を止めるだけで大惨事だぜ。ザインは相手の意識まで奪うため、知らないうちに死んでる。なんてことになりかねないぜ。強力な能力である分、時間の消耗が多めであまり多用はしてないぜ。攻撃手段としてはめちゃくちゃ強いわよね。そうでしょ、私たち。これが私の言語、私の履歴、様々な時間軸に私の姿が待ちしてます。撃った者の過去の再現体を分身として生み出すぜ。分身体はクルミ本体の影に沈む形で待機しており、その数は平均1000体ほどだぜ。生み出された分身体を全て殺さない限りいくらでも呼び出すことが可能であり、彼女が殺害されても何度も蘇っているのはこのためだぜ。ただし、分身体を殺しても本体に影響がないが、本体が死亡してしまうと分身体全てが消滅するぜ。千人とか多重影分身かよ。分身体のスペックは本体より一段を取っており、活動時間も生み出された際に消費した時間しか活動できないぜ。また、基本的に分身体は天使を行使することもできないぜ。とはいえ、それでも人間や精霊にとっては十分脅威で、それが100体以上連携して数の暴力で襲いかかってくる光景はまさに悪夢だぜ。クルミが最も厄介なのはこの物量に物を言わせた数の暴力で、戦闘においてはヘッドが最も厄介と言えるぜ。また、情報共有も可能で情報収集、索敵もできるぜ。しかも影分身みたいに少し攻撃を食らっただけで消えるわけじゃないからかなり厄介よね。分身ではあるが、それぞれに自立した意志を持ってるため必ずしも本体通りに動くわけではないぜ。本体に逆らったり突っ込みを入れたりしているほか、長めに活動している分身体は今のクルミと細かい性格が異なっている場合もあるぜ。他にも情報のやり取りを通じて記憶を共有することもできるが、すべての個体が見聞きした情報はさすがに脳が許容できないため、直接的なパスを繋いではいないぜ。それゆえに基本的に口頭で情報共有してるぜ。戦闘補助の用途でも役立てるのね。デッド。異なる時間にいる人間と意識をつなぎ、更新することができるぜ。撃ち抜いた対象者と会話したり、見聞きしたものを共有できるぜ。用途がかなり限定的ね。ユッド。撃った対象に込められた過去の記憶や体験を知ることができるぜ。情報収集で役立つわね。ユッドアレフ。撃った対象を未来へ送ることができるぜ。進む時間に応じて消費する時間、霊力は加速度的に上がっていくぜ。未来に飛ばせるってかなりぶっ飛んだ能力ね。ユッドベイト。
撃った対象を過去へ送ることができるぜ。クルミの悲願に不可欠となる弾だぜ。遡る時間に応じて消費する時間、霊力は指数関数的に上がっていくぜ。ザッキエル自体にも相当の負荷がかかるのか、きしむような音がしていたぜ。クルミを含めた霊力を有する者がこの弾で過去へと飛び、歴史を改変し元の時代に戻ってきた場合、その得意点となった人物は改変前の記憶を保持、または思い出せるようになっているぜ。この弾を使って歴史改変を行ってたわね。余談だが、弾の奇数数字が未来、偶数数字が過去に関係する時間能力であることが多いのも特徴だぜ。例を挙げるなら、1、3、5、11の弾はそれぞれ未来に関係する能力であり、4、6、8、10、12の弾はそれぞれ過去に関係する能力だぜ。さらに奇数と偶数の隣の数字の能力が対になっていることも多いぜ。例を挙げるなら、1が時間の加速で2が時間の減速、3が時間の促進で4が時間の巻き戻しであるなどがそうだな。能力に法則性があるのね。天使が強力なのはもちろんそうだが、天使の力を従前に活かせるクルミの頭脳や狡猾さがあってこそだぜ。能力は確かに強力だが、複雑すぎるし、制約も多いので安易に無双できるタイプの能力でもないぜ。クルミが使うから強い天使と言えるわね。ラジエル。クルミは最終決戦の時、ウェストコットからにあのクリファを強奪し、ダレットでセフィラに戻してセフィラを取り込んだことで使用可能となってるぜ。ラジエルの能力であらゆる情報を手に入れることが可能になってるぜ。地味に複数の精霊の力を行使してるぜ。ニアのセフィラを取り込んだことで霊層も変化してるぜ。ただし完全なセフィラを取り込んだわけではないので未来記載は使用できないようだな。これでクルミの能力の解説は終わりかしらね。ここからはクルミの目的、過去、活躍を話していくぜ。よろしく頼むわ。彼女の真の目的は多くの精霊と死者を生み出した資源の精霊をその手で始末することだぜ。そして過去に戻る弾であるユッドベイトを使用し、30年前に飛んで、自身を含めた全ての精霊をこの世から消し去ることだったぜ。彼女が多くの人を殺したのは目的達成のためであり、多くの人を殺すことで何としても目的を達成させねばならないと自分を追い詰めていたぜ。クルミの目的が達成されればクルミが殺した人間の死もなかったことになるわけだからな。精霊の力を消し去りたかったのね。16巻で彼女の過去が明かされたぜ。もともとは正義感のある善良な妖家の霊嬢だったが、資源の精霊である高宮美穂に騙されて精霊となった結果、自分の親友を殺害してしまうぜ。その絶望で反転しかけたところをダレットで絶望する前に自らを戻して最悪の事態を回避してたぜ。それらを全てなかったことにするために人類に悪と断じられようとも行動することになったぜ。クルミがあれだけ強い目的意識を抱くのも納得の重い過去ね。ミク、折り紙の一件で指導に協力し、その後はニアと接触して資源の精霊の情報を得たぜ。やがて指導の力を奪おうと本格的に活動を開始するが、実際は指導を DEM の魔の手から守っていたぜ。その後は高宮美穂が動き出し、最悪の展開を迎えたが、クルミは指導に助力して指導は過去に戻り、やり直しをしたぜ。最終的にクルミはアイザックからクリファを強奪した後、指導に負けを認め、指導にキスをして自ら霊力を封印されたぜ。これで正式に指導と和解したわけね。DEM との決戦はアイザックとミオが相打ちになる形で決着がつき、クルミは正式に指導の仲間になったぜ。トウカとの別れの時も協力したり、マナの体を元に戻したりしていたぜ。平行世界からやってきたトウカであるビーストが襲来した時も協力していたぜ。全てが終わった後でも指導のことは諦めていない様子だぜ。普段は全てをやり直すために色々研究をしていたり、気まぐれで5日家に顔を出したりしているようだが、ユージは自然と年長者的な立ち位置になっているぜ。基本的には平穏に過ごしてる様子だぜ。これでクルミの解説は終わりかしらね。総括すると彼女は作品に大きな影響を与えた人物と言えるぜ。作中トップクラスの人気キャラで濃いキャラクターだぜ。そうね。ということで時崎くるみの解説を終わるぜ。チャンネル登録、指摘やコメント、X のフォローもよろしくね。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。